者生物。はい、何ですか、かのちゃん。おやつが食べたいです。これ食べるのばっかりだね。あ、向こうにさっきほらクレープ屋さんって、うん、ちょっと離れてるけど、ちょっと離れてますけど、え、そこまで行かなきゃいけないってこと？まあ、そういうことですね。移動は全部自転車で。行けた人だけ食べれます。行くしかない、行くしかない、行くしかない。行け、二人とも行け。早い早い。一輪車頑張れって応援してくれる人はグッドボタンに教えてね。チャンネル登録、インスタグラム、ツイッターのフォローもしてね。え、これ、これ、これ、進まないで、進む。あ、分かった分かった、はい、これ持ってるだけね。はい。うわ、リンタロウうまっ。え、結構いけてるんじゃないの、これ。リンタロウがうるさいから結構。早く、大変なんだよ、パパカメラ持ちながら。よーい、スタート。いけ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 。これはちょっと、これはちょっと時間かかるわ。あの時間かかる。よし、よし。うわ。あー、ちょっと惜しかったね、今。それいちいちいらないわ。今大していってないから。まあ、カノンは？あそこです。どうしたかな？私ね、うん、今ここで思い出したの。え、何？視聴者さんがね、うん、私はよく下を向いちゃってるって言ってた。確かに。はい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 、はい。こうなってるから、こうやって下向いちゃうのよ。だから次からちゃんとチュッってやってみようと思う。そうやってちゃんとコメントくれてる人いた。かのそれ思い出した。ありがとうね。うん、そう、生かさないと。ということで、目的地を、ま、見据えていきます。見据えるです。見据えていきます。はい、よーい、スタート。下向いてるって、もう下向いてる。下向いてる。癖になる。リータリータそんな手を置いてこない、ずらやめ。ちゃんと前向いてます。リータの邪魔だよ。リータの邪魔だよ。リータ先行った。おお、え、あれ、え、え、え、シミュレーター行ってんじゃない。どうすんだよ、カノ。持ってきて見せていけ。変わらず。みんな、あっち見て。あそこだ。お、結構イケてるな、もう。リンタ、大事件起こったね。目指してたクレープ屋さん、売り切れでした。売り切れでした。そう、すべて。あさ、すごい大行列だったしね。それまだ知らないかも。やっと来た、来たぞ。来たよ。で、なんでそこにいるの？早くクレープ屋さん行かないの？はい、そんなカノンちゃんにお知らせがございます。クレープ屋さん売り切れでした。え、待って、せっかくここまで来たけど。せっかくここまで来たのに。え、本当に、はい、この見てください、この二人の落胆ぶり。美味しそうだったもんね。早く来ればよかった。そうだね。じゃあカノンが早く来なきゃいけない。カノンが早く来たら間に合ったもん。ひどいよ。じゃあおやつどうすんのよ。それね、考えたんだけど、向こう側の端っこの方にね、何、カフェがあるらしいの。丸々戻らなきゃいけないんだけど。え、そこ行けば何かあるかもしれないけど。行くしかないだろ。お、いいね、いいね、いいね。行くぞ。ほいほいほい。あ、リンタロウもううまい、うまい、うまい。あれ、普通に乗れてない、あれ。結構行ったね。おーおーおー、うまい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 。うまいね、いいね。撮ってたの？撮ってるよ。みんな見てて。リンタ、カフェ着いたんだけど、
私また残念なお知らせがあります。何？飲み物しかない、飲み物しかない、飲み物しかないです。そしてそれを知らないカーノ。来た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 、ちょっと残念なお知らせだ。飲み物しかありません。またえ、ただちょっと奥見てください。この先にね、アイスの自販機あるわ。この前買ったとこだよ。そうね、覚えてる。そこ行こう。そこ行く。もうちょい頑張る。着いた。アイス売り場。アイスだ。カノンどこだ。先買うか。オープン。ガトーショ。来たー。カノン到着。やばい、溶けてる。うまい、うまい。そのアイス食べるまでさっきからどんぐらい時間かかったと思う？めっちゃかかった。1時間半くらい。お、ぴったりそうです。1時間半かかりました。1時間半一輪車を練習しまくってる。おめでとうございます。おやつクリアです。うん、疲れとって。次どうする？次はね、ちょっとリンダンが言っていいですか？はいはい。お菓子とかね、探してる間ずっとさ、一輪車ちょっとコツつかんだので、うん、10メートルやりたいと思います。え、位置抜けチャレンジやる？うん、やる。そのまんまやるね。その意気込みを食いましょう。あそこでね、ここ10メートルです。はい、ここです。そう、それではリンタロ君、位置抜けチャレンジ、よーい、行くぞ。スタート。ちょっと待って、これは、あー、いけない。こっから、ここだから、あー、ちょっと足りないの、これね、多分ね、9メーターぐらいじゃないの。カノンも位置抜けチャレンジやるの？ちょっとやってみよう。そうだね、できそうな気しちゃったんだよ。ゼロメートル、ゼロメートルです。ちょっとなんでだよ。お、お、え、さあ、10メートルはここが10メートルです。そしてリンタロ君はおめでとうございます、クリアです。やだ、僕やりたかった。さあ、リンタロ君はもう帰れます。したいね。かんちゃんどうすんの？ちょっとね、うん、あれ、おさらいする。もう一回。おさらい？みんなが教えてくれたやり方、うん、あ、はいはいはい、それいいことだね。まずは、下を向かないで前を向いて、前を向いて、さっきのやつね。あとは、落ち着いてやる。あとは、背筋を伸ばしてね、ちゃんと、うん、そうね。お、お、いいんじゃない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 、誰？ダメか。おいいね、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 いいね。ああ、惜しいな。あの、インターのパパ、そろそろ帰るわ。そろそろ帰るわ。そろそろ帰るわ。